黒子のバスケスペシャル CD フィーチャリング明石誠十郎。赤チンの裏切り者。裏切り？俺誤解してたよ。赤チンだけは俺の味方だと思ったのに、とんだ裏切りだよ。待ってくれ紫原、今の話を聞いてお前の意見に賛同しろという方が難しいと思うのだが。はあ、なんで？ちょっと試合に遅刻しただけだよ。なのに雅子ちんも室ちんも鬼みたいに怒ってさ。そんなに怒ることないと思わない？普通試合に遅刻したら監督やチームメイトが叱るのは当然だ。遅刻ったって10分くらいだよ。それなのに竹刀と拳でボコボコにされたんだから。ボコボコってまさか。カバンの中のお菓子粉々にされたの。なんだお菓子か。なんだじゃねえし。紫原、10分でも遅刻であることには変わりはない。それにあと数ヶ月で後輩も入ってくるのだし、お前もそろそろエースの自覚を。もういいよ。赤チンもムロチンたちと同じことばっか言って、どうせ赤チンには俺の気持ちなんかわからないんだよ。紫原、おい。あ、しょうがないやつだ。気持ちがわからない。もう、なんだよ赤チンまで。はい、もしもし。紫原くん、黒子です。黒チン、なんかよ。あ、いえ、大したことではないのですが、僕の誕生日に会った時、紫原くんが言っていた地域限定のマユ坊の情報が。っていうか聞いてよ黒チン、赤チンがひどいんだよ。え、明石くんが？つまり、せいちゃんは紫原くんに言い過ぎてしまったんじゃないかって気にしてたってこと？ええ。もう驚かさないでよ。珍しく浮かない顔してるからどうしたのかと思っちゃったわ。そうだよ、腕組んで真剣に考え込んでるから俺何かまずいことしたのかと思って焦ったじゃん。そこで自分が原因って思うのもどうなんだよ。すみません、誤解を招いたみたいで。明石、やっぱりその喋り方やめない？喋り方ですか？そうね、なんとなく居心地が悪いわ。ですが部活を離れたところでは先輩たちには敬語を使うべきだと思ったのですが。でも慣れねえんだよな。コロコロ変えねえで部活の時と同じようにしてくれた方がこっちも話しやすいぜ。そうですか。部活離れたっつってもここ部室だし、俺らチームメイトなわけじゃん。だったら少なくとも今は部活のうちってことでいいんじゃないの？うん、わかった。うん、その方がしっくりくるわ。それでさっきの紫原くんのことだけど、正直言ってせいちゃんが悩むようなことじゃないと思うわよ。だな、単に紫原がわがまま言ってるだけじゃねえか。せいちゃんが言ったことも全面的に正しいしね。そんで勝手にあっちが逆切れだもんな。紫原って意外とお子様なんだね。マイペースが過ぎるとわがままで感情的になりがちだが、本質的には賢い。紫原の性格は分かっているんだ。ただだからこそ。せいちゃん？いや、俺は今まで勝利のためならと感情を切り捨てて考えていたから、少し意識を変えたいと思っていてね。今回の紫原についても怒らせずに理解してもらえるもっと違う言い方があったんじゃないかと。難しいこと考えすぎじゃねえ。つうか逆切れされて怒んない証がすげえと思うけど。しかも他の言い方を考えようなんて、せいちゃんったら優しいのね。つうてもこの場合紫原も証も納得できる言い方ってあるのか？遅刻したけど許すぞとは言えないもんね。ああ、難しいところだ。確か紫原くんは最初氷室くんたちに怒ってたんでしょ？そこでせいちゃんに電話してきたのよね。そのようだったよ。ということはただ話を聞いてあげればよかっただけなのかも。話を聞くだけ？そう、紫原くんも本当はエースが遅れちゃいけないって分かってたと思うわ。でも想像以上にいっぱい怒られて腹が立って素直に反省なんてできない。そういうのってない？
なんとなくわかるかも。引くに引けないっていうのあるよね。そういう時って何を言われてもイライラしちゃうのよね。怒られるのはもちろん、慰められるのだって逆効果だったりして。うわー、それもわかる。下手に慰められても嘘くせえし、いやそうじゃなくてとか思っちゃう感じでしょ。きっと紫原くんもその収まらない気持ちを聞いてほしくて、せいちゃんに電話してきたのよ。だったら本人の気が済むまで話をさせてあげれば、すっきりして自然と反省もできるんじゃないかしら。つまりガス抜きして自分で納得させるってわけか。それはありかもしれねえぜ、博士。なるほど。何も言わずに聞くだけという選択肢もあったわけか。思いつかなかったよ。よし、解決策も見つかったことだし、早速紫原に電話して話を聞いてあげなよ。今からか。そう、今から。ああ、でも向こうはせいちゃんに怒ってるわけだし、電話に出るかわからないわよ。今さら話を聞いてほしいとは思わないだろうし。あ、そうか。でも電話すんのは悪くねえと思うぜ。出なかったら仕方がねえってだけだろう。とりあえずかけてみりゃいいじゃねえか。それもそうね。こじれたままよりも早めに修復しておく方が後々楽かもしれないわ。うん。では電話してみよう。あれ、赤チンどうしたの？紫原、実はさっきのことだが。さっきのこと？なんだっけ？え？ねえ、それよりさ、黒チンに教えてもらったんだけど、今度京都限定のマイウボウが出るんだって。超プレミアム抹茶味って言うんだけど、もし見つけたら送ってくんない？着払いでいいから。マイウボウ？ああ、それは構わないが。ありがとう。やっぱ赤チンは頼りになるね。それで用事は？いや、済んだよ。ありがとう。そうなの？よかったね。ああ、じゃあまたな。バイバイ。どうだった？解決したよ。というか、さっき自分が怒っていたことも忘れているようだった。切り替え早いな。予想外な展開だわ。でもよかったじゃん。わざわざ仲直りする必要もなかったんでしょ。そうだな。どうしたの、せいちゃん。いや、拍子抜けしてしまってね。あんなに悩んだ結果がこうなるとは本当に予想できないな。結局紫原くんに振り回されただけだったわね。でもこういうこともあるのが友達付き合いの面白いところじゃないかしら。面白いか。そうだね。なんだかすっきりしたよ。3人のアドバイスのおかげだ。ありがとう。お礼なんていいのよ。せいちゃんのお役に立てて嬉しいわ。これからも困ったことがあればどんどん相談しろよ。俺たちはチームメイトなんだからよ。ああ、そうさせてもらうよ。お前たちも何かあったらいつでも話してくれ。あ、だったら俺相談したいことあるんだ。何よ、早速なの？お前、聞いてもらうほどの悩みなんてあんのか？あるよ。俺すっごく悩んでるんだから。しかも俺一人じゃどうにもできない悩みだし。一体何を悩んでいるんだ？実は俺の二つ名のことなんだ。二つ名って、無冠の御将のあれ？そうだよ。レオネーはヤシャ、 A ちゃんはゴリキなのに、なんで俺だけ雷獣なわけ？なんかすげえ納得いかない。そんなことかよ。まあ、小太郎の悩みなんてそのレベルよね。ちょっと、そりゃ二人はいいよ。なんかいかにも強そうだしかっこいいし、でも俺だけ雷獣ってちっちゃい動物みたいな感じじゃん。それってアニメのキャラクターのイメージがちらついてるだけでしょ。いいじゃない、超人気者なんだから。そういう問題じゃない。アニメのキャラクターというのはよくわからないが、雷獣というのは葉山の力を的確に言い表していると思うよ。え？つまり獣のような野生的感としなやかな筋肉を持っているということだろ。おお、まあ。それに稲妻のように激しく切り込むドリブル、葉山の突出した能力を表現するのに雷獣はうまい二つ名だと思う。そうかな。あそっか、なんか雷獣もいいかもって気がしてきたよ。ありがとう、明石。
悩みが解決したなら何よりだ。ねえねえ、せっかくの機会だし、レオネーと A ちゃんも明石に何か相談してみたら？いきなり言われてもな。俺の悩みは、この鍛え抜かれた筋肉が全て解決してくれるからよ。ちょっと、いちいちマッチョポーズ取るのやめてよ。はぁ、筋肉のことしか考えてないあんたに悩みなんてあるわけないわよね。だったらお前は悩みあるのかよ。え？なになに？レオネーの悩み事って？悩み？三淵？そんなの決まってるじゃない、永吉のゲップよ。はぁ、言ってるそばからやめてって言ってるでしょ。んなこと言って出るもんは出るんだからしょうがねえだろ。聞かされるこっちの身にもなりなさいよ。せいちゃんからも言ってやってねえ、ぶや、我慢は良くないと思うが、嫌がる人がいるなら少々こっそりしてもいいんじゃないか。少々こっそりってこんな感じか。らしくない、全然らしくないよ。なんかムズムズして気持ち悪い。だったらどうしろって言うんだよ。三淵の悩みを解決しようとしたら、ネブヤと葉山の悩みを増やしてしまうようだ。さて、どうしたものか。ああ、せいちゃんストップ。永吉のゲップごときにせいちゃんを悩ませるわけにはいかないわ。なんだよごときって、そもそもお前が言い出せ。永吉ゲップするならあっち行ってしなさい。どくせえな。わざわざ移動してゲップって受ける。まあよしとしましょう。せいちゃん、これで私の悩みは解決だから悩まないでね。わかった。おや、もうこんな時間だ。そろそろ部室を閉めようか。私、戸締まり手伝うわ。ありがとう。じゃ、俺らは校門で待ってるから。寒い。どうして廊下ってこんなに冷えるのかしら。2月だしな。日が落ちると余計に寒いね。ほんとよね。早く暖かくなってほしいわ。三淵。何？せいちゃん。悩んでいることがあるんじゃないのか？え？そのことならさっき。もっと、お前の心の深いところにある悩みだ。ほんと、せいちゃんは何でもお見通しね。そんなことはない。ちゃんと話してくれなければ、何を考えているかまではわからない。でもさっき、悩みを聞かれたお前が、一瞬目を泳がせたのはなんとなく分かった。その悩みは俺が力になれることか。どうかしら。でも聞いてもらっていい？もちろん。今でも繰り返し夢で見るの、ウィンターカップの決勝戦。特に最後の日向純平のシュートの瞬間を何度も。あの時飛ばなければ、あのファールさえなければ、その後悔がずっと消えなくて。ごめんなさい、変なことを言って。いや、話してくれてありがとう。三淵、決勝戦の敗北はお前一人のものではないよ。あの試合に負けたのはお前のせいじゃない。俺たちが全員で戦った全員の結果だ。お前があの最後のプレーを悔やむのと同じように、俺も自分の至らなかった部分を反省している。せいちゃん、顧みることは悪いことではないよ。でも立ち止まったままでいてはいけない。俺たちはこれで終わりじゃないだろう。次は必ず勝つ。これから作り上げる新たなチームで勝利をつかむんだ。だからもう悩んでる暇はないぞ。そうね。ありがとう、せいちゃん。いや。
俺も身内の役に立てて嬉しいよ。もうせいちゃんったら。あ、すまない。黒子から。もしもし。明石くん、突然すみません。ちょっと気になることがあって電話したのですが。何かあったのかい。実はさっき紫原くんに電話したら、なぜか明石くんに対してすごく怒っていて。え、紫原はまた怒っているのか。いえ、僕と話しているうちに怒りは収まったようなのですが、でも紫原くんがなんで怒っていたのかよくわからないんです。怒りの矛先が氷室さんだったり、自分の至らなさだったり。なのに最後に突然明石くんが登場してきて。ああ、それは紫原から電話をもらって話をしたんだが、俺の返答が気に入らなかったらしくて、なおさら機嫌を損ねてしまったんだ。そうだったんですね。でもあの話に返答ができた明石くんがすごいと思います。僕はただ聞き役に回ることしかできませんでした。でもそのうち気が済んだみたいで、最終的には限定魔王の話に。そうか、紫原の怒りが収まった理由が分かったよ。黒子のおかげだったみたいだね。え？さっき改めて紫原に電話したら、楽しそうに京都限定マイウボウの話をされたよ。あ、それ僕が紫原くんに教えました。そうみたいだね。では二人の中では問題はもう解決しているんですね。紫原くんが明石くんに対してあんなに怒るなんて滅多にないことなので、気になって電話してしまいました。心配をかけてしまったようだね。すまない。でも大したことではないよ。ちょっとした喧嘩だ。明石くんと紫原くんが喧嘩ですか。ああ、友達同士ならたまには喧嘩ぐらいするさ。そうですね。もういつも通りだから大丈夫だよ。はい、よかったです。わざわざ電話をくれてありがとう。いえ、では僕はこれで。ああ、またな。ええ、また。心配して電話してくれるなんて、いい友達ね、黒子くん。そうだな。ただ、次にコートに立つときは敵同士だ。せいちゃん、この場合はライバルって言うんじゃない？ああ、まさしく良きライバルだ。あら、小太郎からメールだわ。何してるの、早く帰ろうよ、ですって。では急ごうか、俺たちの仲間が待ってる。ええ、行きましょう。